走行の独り言、支持不支持、まあ好き嫌いとかは別置いといたとして、もしヒラリー・クリントン氏がアメリカの大統領になっていたとしたら、果たしてどうなってたんやろうとか、ここまでの行動力は発揮されていたのか、会談は実現したんだろうかなんていうことも、この米朝首脳会談で思ったり、あともう一つ、シンガポールにはここまでお膳立てするメリットが果たして何があるのか、これもちょっとよくわからないな。